見て、あのクラゲの白いフリフリ、お姫様のドレスの真っ白いレースみたいね。お母さん、月見がお嫁に行くとき、こういうドレス作ってあげるけんね。子供の頃、お母さんに連れて行ってもらったクラゲの水族館。お姫様のドレスみたいなフリフリのクラゲを見て、お母さんこう言いましたよね。うち欲しい、このクラゲみたいなドレス。だって女の子は大きくなったらみんなみんな美しいお姫様になれるんだよって。なぬ、渋谷とな。日は確かなの、休日の渋谷よ。そこに単身乗り入れようとは恐ろしいことです。私なんて昔。ぬお主、それでも行くというのか。生きて生きて帰ってきてくだされ、月に殿。お母さん、お母さんの言う通りでした。イラストレーター目指して上京して早半年。ここ大都会東京にはお姫様がいっぱいいます。しかし、ごめんなさいお母さん、ここで残念なお知らせです。いつの間にか私はどこをどう間違ったか、お姫様にはなれなかった方の。帰ろ、やっぱり帰ろ。腐った女の子になってしまいました。暮らした月見弱い18、ただいま渋谷より無事生還いたしました。君殿、よくぞご無事で。というわけで、パルコとやらで開催している写真展にたどり着く前に、めまい、動悸、息切れなどの症状に襲われ、泣く泣く引き返してまいりました。ぬおー、月見殿のクラゲ愛をもってしても、あの服までにはたどり着けなかったとな。無念です。平日に行くべきでありました。特に駅の混雑は尋常でなく。そうなんです。私も渋谷は昔から玉電などで栄えた交通の要だからね。私も貧血で駅室に運ばれたことが。明日もう一度リベンジするべきか否か。この命知らずの冒険やるウメが。おやめなさい月見、命がいくつあっても足りなくて。お母さん、
月見は美しいお姫様にこそなれませんでしたが、東京で毎日楽しく暮らしています。あ、それで頼まれてたものは何とか入手してまいったのですが。お、水仙。バンバさんの言ってたのってこれですよね。インターネットのコミュニティサイトで知り合ったお友達に誘われて、この共同アパートに住み始めて3ヶ月。頼まれてなかったですが、帰りに見かけたこれを。住民の皆さんは優しく親切で、嬉しいことに全員が私と同じ。ああ、それでマヤ様には秋葉原の駅にあった。うおー、三国志フィギュア秋葉原バージョン。中を見ております。腐った女の子なのです。加工だ、加工へ。そうそう、まさに神のごとく組み合わせ。天寺に火の国来る。それぞれ専門ジャンルは違いますが、みんな筋金入りのオタ女子の方々です。すみません、人混みに押されている。もちろん彼氏もいらっしゃいません。くしゃくしゃの竹を。そんな私たちは自分たちのことをこう呼んでいます。アマーズと。また雨水館入居希望者のメールが来てるわ。困ったわね。空き部屋があるとはいえ、一元さんの入居はお断りなのに。最近多いですな、アマーズ込み参加者のこういう問い合わせ。そうなのよ、いちいちお断りするのも面倒だし、そろそろ入居ルールを決めた方がいいかしら。そういう時は迷わず目白先生にお伺いを立てるべし。そうね、マヤや、一筆したためてちょうだいな。んー、つば、よい。雨水館への入居希望が増えております。コミュニティのトップページに入居資格を分かりやすく記載しようと思うのですが。うん、いいんじゃないかしら。天帝、目白天帝、ご託船お願いいたしまする。今朝バイク便来てましたよね。ええ、ちょうど締め切り明けだから今日はのんびりしてるはずよ。お出かけとかなさらないんでしょうか。対人恐怖症で夜行性だし、ボーイズラブ界の大御所と呼ばれたほどの売れっ子漫画家だから、休日は睡眠時間に充てられてるのよ。一度お目にかかりたいなと思っているのですが。入り表山猫。はい。そのくらいの遭遇率ね。私もここの管理をお母様に任されて5年になるけど、まだ数回しかお会いしたことがないくらいだから。はあ。お、出ました。さすがは目白先生。最後にお母さんとお出かけしたのは、私の実家の鹿児島の海辺にポツンと立っていた小さなクラゲの水族館でした。あの日お母さんと見た真っ白いクラゲがあまりに綺麗で、私はその魅力に取りつかれてしまいました。見て、これが花笠クラゲ。すっごいカラフルやろ。こっちはタコクラゲで、タコ2丁からタコクラゲなんじゃって。月見、すっかり詳しくなったんやね。だってお母さん、見てほら、クラゲって漢字で海の月って書っとよ。ひっくり返したら月見の名前と同じやろ。お母さん、月見の名前クラゲからつけたと。いくらなんでもクラゲからなんて取らんよ。月の綺麗な夜に海の近くで生まれたから月見ってつけたっていつも言ってるでしょうが。そうじゃった。お母さんのことを思い出して寂しくなった時は、いつもクララに会いに行きます。クララ、二日ぶり。元気にしてた？ああ、いいな。私も一緒に漂いたいよ。あれ、お友達が増え…これ、水クラゲ？あ、ダメだ、ダメだよ。
確か水クラゲとタコクラゲを一緒の水槽に入れたらタコクラゲの方が弱って死んじゃう。お店の人知らないんだ。言わなきゃ。あれはおしゃれ人間、しかも男子。無理。男おしゃれ人間に話しかけるなど死んでも無理。でも月見たん、助けて。クラが月見たん、助けてくだちゃい。クララクララ、ガチで苦しいです。クララ月見たん、クララ月見たん、クララ立った立った、クララが立った、クララが立った。あの、もう閉店なんすけど、なんすか？あの、そこの、それの、はい、そこの水槽のタコクラゲの中に、水クラゲが。はぁ、クラゲの飼育は大変難しいことはそちらも十分お分かりかと思いますが、水クラゲとタコクラゲをこのような小さな水槽で同時に飼育すると、ネクチクラゲ目であるタコクラゲの方が水クラゲの粘液によって弱って死んでしまうというのが定説なのですが、そもそもこんなにたくさん水槽があるのに、すいません、今店長いないんで明日にしてもらえます？あー、死んだじゃん。ちょ、やめてください。警察呼びますよ。離せよ、おい、離せっつうの。このボタコ女。ちょ、大丈夫？すみません、私。お母さん、そこに立っていたのはお姫様でした。 CM です。クララ後半です。テキーラ。血は喧嘩？違いますよ。なんで俺がそんな女、知らないっすよ、そんな女。じゃあ何、知らない女の子突き飛ばしたってこと？だって、その女がわけわからないこと言って入ってこようとするから。違います。ん？私はただそのクラゲを別の水槽に移してほしくて。じゃないとすぐ死んじゃうから。死んじゃう？はい、死んじゃいます。じゃあもらっちゃえば？は？いいでしょ、そのクラゲちょうだいよ。でも店長が。店長には死んだって言っといてよ。どうせほっといたらすぐ死んじゃうんだから。ねえ、すぐ死んじゃうんでしょ、これ、クラゲ。はい、死んじゃいます。なんならもうすでに死んでおります。クラゲって結構大変なんだね。ただ水に入れとけばいいのかと思ってた。すみません、家に帰ったらすぐお金払いますから。いいよいいよ、面白かったから。面白かったって。どっち？ああ、こっちです。やっぱり緑子はスタイルがいいから似合うわね。父の姓、母の血、スツルベからザルなり。なあ、おのれ創生ち。よかった、誰もいない。へえ、面白い建物だね。
何？門限とか？あなたみたいな人はみんなに見られるとまずかったりするので。え？いや違います。そういう意味じゃなくて、人種が違うというか住んでる世界が違うというか。へえ、やっぱり分かっちゃうんだな。え？ごめんねクララ、明日朝一番に水槽買ってくるから。あ、泳いでる。よかった。あの、ありがとうございます。あなたはクララの恩人です。恩人だなんて。で、大変申し訳ないのですが、ここから立ち去ってはもらえませぬか。早く窓から。窓ったって。おしゃれ人間。ママはマヤヤ様が石化してしまった。マヤヤ様しっかり。誰でござるか、その女は。うおお、風呂にクラゲが。このクラゲの絵、全部あんたが描いたの？へえ。こっちのビーズみたいの何？え、花がさクラゲです。こっちは？ウリクラゲです。光ってるんだ。はい。ウリクラゲは厳密にはクラゲ類の四方動物ではなく有質動物といいまして、この体の筋にある繊毛が光を反射して七色に輝き、それはそれは美しく。あ、これ、綺麗だね。なんかレースみたい。真っ白いレース。これ貸してくれる？え、昨日も朝まで遊んでたから眠ってさ、ちょっと寝かせてね。ちょっと寝た？再び渋谷に行くと申すか。はい、今日に限って羊の時は坂が2号店の渋谷に勤務らしく。月見どもが討ち死にした渋谷に赴くとは仇討ちか。この関羽が止めても行くと申されるか。大丈夫です、こんな時のために。渋谷といえば銀座線の第三機場による停電は情緒たっぷりだったな。こんな時のために。ちょっと、あのお風呂場はどういうこと？こんな時のために。ああ、貧血止め買ってありますから。う？そっか、この人昨日泊まったんだ。これ、カツラ？そういえば、最近のおしゃれ人間の人たちはおしゃれでカツラをかぶるって。この似合わなさ、神の領域。お母さん、世の中にはあんな美しい人がいるんですね。いいでしょ、そのクラゲちょうだいよ。背が高くて、色が白くて、目が大きくて、まるでバービー人形みたいで、その美しさを武器に堂々と生きてる。私とは真逆の女の子、お姫様みたいな女。そのウィッグいいでしょう。ごめんなさい、つい。それ、13,000円。ネットで。ごめん、言ってなかったっけ？君だよお、なんで突っ張り？男だよ。お構いの人ですか？え、違うわ。女装は趣味でやってるだけ。俺、ノーマルだもん。ノーマル？どこが？っていうか、メイク落としかしてくんない？
夕べそのまま寝ちゃったから気持ち悪くてさ。おもちゃなんです、そげなもんは。え、嘘、なんで。なんでって、私基本的にお化粧的なことをする習慣ないもんで。メイクしない人？しません、しません。お、七五三の時口紅つけてもらいましたけど。なんですか。もしかして少女？クララです。今週のアマーズに聞いてはいけないランキング第1位は少女に決定です。そっか、それでそんなあわあわしてるのか。大丈夫、襲ったりしないから。しょうがない、石鹸で落とすか。洗面台外でしょ。とにかくダメなんです。出るなら服着てください。服、染めかつらかぶって女装してください。君、起きたの？お母さん、東京にはお姫様がいます。もしかして強くて美しい男のお姫様が。本当に気づいてほしいんだ。あなたが美しいってこと、今までなぜ気づかないのさ。心をなくしたみたい。